はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの箱崎デビューガチャですね、引いていきたいと思います。まあ、バナーキャラがね、自分にとって結構欲しいキャラが、いるので、今回こちらのガチャを引いていきます。で、まずデビューのね、箱崎なんですけれども、打撃キャラ、これ下とかに説明載ってんのかな、打撃キャラで、金徳がローリング打法かメッタ打ちの選択、別に説明書きなんてなかったわで、ローリング打法がね、確定になってて、まあ、ローリング打法の確定キャラっていうのは相当珍しいので、まあ取れれば嬉しいかなというところですね。で、あとなごみちゃんに関しては、このキャラ俺まだ持ってないので欲しいのと、雷もプラゴにしていきたいので、まあ欲しいでしょ。で、レンちゃんも全然あの解放されてないので、まあ取っていきたいなと、思いますので、今回は、40連、引いていきます。まあタンガチャも1回引きますということなので、まずはタンガチャからいきますか。タンガチャの SR が来ないね。前回タンガチャ SR 出したの、もはやいつだかわからないくらい前だな。箱崎普通の R。 じゃあ、10連の方に行きましょう。ここは160個、バナーの PR で SR の出現率は2倍と。うん、普通。最近通常 SR どうだったっけ。なごみちゃん、なごみちゃんはそもそも SR を持ってないっていう。 PR2 枚出てるけど、レンチョンの R か。この辺どうだったかな。じゃあ20連目に行きます。ここは、190個で SR が1枚確定というとこですね。雷もね、常設といえば常設なんだけど、お、2枚、ここで1枚入ってたか、さっき出なかった代わりに。おー、なごみちゃん OK。 メカニックスをねやる上では結構なごみちゃん使えるんで。おー、レンちゃんで、レンちゃんもね、イベントの内容によってはその相当使える系の彼女キャラなんで、まあ、持っておいて損はないというところですね。普段からしょっちゅう使うかって言われたら、しょっちゅうは使わないけどたまに使うみたいな、そんなキャラですね。で、30連目、ここはバナーか。反転すれば箱崎、金の玉だね、金の玉1枚。なごみちゃん、ここに来てなごみちゃんがいっぱい出てきた。箱崎の PR とか初めてか。うん、雷、あ、なんか雷があんまり出てない気がするね。雷を解放したいんだよな。やっぱりプラゴンになるとね、試合経験点つくので相当使いやすくはなるんだけど。じゃあ最後の40連目、ここも1枚。おお、無事ゲット。箱崎くん、お、雷の PR、 あ、騎馬妹の PR も結構嬉しいな。という感じで、一応じゃあちょっとせっかく手に入れたんで、箱崎くんの、ま、テーブル的なものとかコツ的なものを見ていきますか。で、また例によってボックスが埋まってるんで、ちょっとイベキャラで、ちょっと1人、カマカリ即に送り込んで、そう、今回ね、カマカリがパワチャレの報酬になってるんで、ここでうまくいけばね、カマカリの PSR がねプラゴにできそうなんですよね。で、ちょっと箱崎だけ、どこ行った、先に回収して、また借りられてるのは、やっぱり PSR の碇守君だいぶね借りられる率が高いんですよね。まあ、ちょっとね、フレンド枠はもう埋まっちゃってるんで申し訳ないんですけど、まあいつかちょっとフレンド整理をした時に少し空きが
できるかもしれないので、まあ、その時にはまた、お知らせします。で、箱崎いましたね。まずテーブルから。これは何テーブル？まず技術ボーナス4がありますね。技術ボーナス4があって、骨イベント率アップが 20%、 タック80で、固有でタックがつくので、タックは100で、技術ボーナスが8で、骨イベント率、まあ、どんくらいアップするのか知んないけど22プラスして骨のイベント率がアップしてますと。で、45で試合経験点ボーナスか、まあ、ちょっとこいつを45にするのは無理かな、自分では。で、あとはコツ、固め打ち、追い打ち、連打、打球伸び、あ、自ら打球伸びを持ってるんだね。連打持ってるのはいいな。連打はね、結構重いんだけど、持ってるやつがね結構少ないんだよね。まあ、とはいえサクスペの方ではね、ルシファーがいるわけではないので、アプリの方ではね、俺結構ルシファー持ってて、ルシファー使ってるんですけど、やっぱりね、野手で使った時のね、なんだっけ、連打の金徳が、鶴瓶がね、重くてね、で、かつ連打丸を持ってる人がなかなかいなくて、いつもね、技術と精神に苦労するんですけど、まあ、なかなか、悪くない感じだとは思います。まあ、機会があれば、自前で使っていきましょう。ということで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。